どうもこんにちは、モンブランです。今日はね、使ってるマザーボードの BIOS 更新が来たので BIOS を更新します。で、 Windows 10でやる場合はちょっと注意が必要なので、それも含めてね、 BIOS の更新手順について説明します。私の使ってるマザーボードの BIOS なんですけれども、バージョン4008っていうのが4月の17日にねアップデートされました。まずね、 BIOS をダウンロード、BIOS をねダウンロードしたらね回答します。最近のねパソコンの場合はね、 USB から BIOS をアップデートできるんで、 USB メモリとか USB のハードディスク使えばいいです。回答したね BIOS を今回はね、この USB のハードディスクに入れたいと思います。BIOS ファイルを USB メモリとかね、 USB のハードドライブとかに、まあ、コピーし終わったら、次ちょっと Windows 10の設定をしないといけないです。まずスタートボタンからこの設定出しますね。で、システムですね。で、電源のスリープに行って、電源の追加設定を選んでください。で、ここでね、電源ボタンの動作の選択ってありますんで、ここを押して、現在利用可能ではない設定を変更します。ここを選びます。そして、この高速スタートアップを有効にする。これをね、設定を外します。この高速スタートアップっていうのは、前回起動してた状態を保存しておいて、次回の起動を早くするっていう仕組みなんですよ。なんでね、BIOS ファイルが変わって、ハード側の設定が変わった場合に、正常にね、起動してこなくなることがあるので、一旦これはね、解除しておきます。ハードディスクをね、つけましたよ。これで再起動します。再起動したらね、デリートボタンか F2 ボタンを押してね、BIOS 画面に入りますよ。これ？はい、BIOS 画面が出ましたね。これでね、まあ機種によっては違うと思うんだけど、このマザーボードの場合はツールってところにね、BIOS の更新の項目があるんですね。 ASUS Easy Flash 3 UTT 選んでやると、どっから更新しますかなんですけど、ネットワーク経由だとね、ネットが切れたら怖いんで、こういうストレージから行った方がいいですね。で、次。で、外付けしたデバイスの中からね、新しいこの BIOS ファイルを選択してやりますね。読み込みます。本当に BIOS をアップデートしますかって聞かれますね。最終的な決断を下します。イエスです。前はあれだよね、マザーボードによってちょっとインターフェースの画面が違うと思うんだけど、まあ大抵今のやつ UEFI になってるやつはどっかにね BIOS の更新ユーティリティがくっついてるんで、割と簡単にねできるようになってます。アップデートが成功しました。システムが再起動されてくるので、再びデリートをしてね BIOS 画面に入ります。BIOS が更新されたらね、更新されたんで、ちゃんと設定してねって出ましたね。F1 を押してセットアップに入ってくださいと。で、一旦入ったらね、再度ですね、どっちかな。Exit のとこから、ロードオプティマイズドデフォルト、工場出荷時の設定、これ絶対ロードしてください。BIOS 書き換えるときに、ROM の部分だけ、書き換えてるんで、設定の部分ってね、アップデート後はどうなってるか分かんないです。で、マニュアルにはコンパチビリティとスタビリティ、要は互換性と安定性のために一回これをロードしてくださいって必ず書いてあると思います。これをロードして、まあ保存して終了ですよね。これで一旦出て、変更を保存して終了して、再起動した後は再度 BIOS 画面に入って、起動ドライブなど再設定してください。で、以上でね、 BIOS の更新が終わって、Windows が正常にね起動してくると思います。ポイントをもう一回言います。 Windows 10の
高速スタートアップをまず切ります。で、BIOS を更新した後は一旦工場の初期設定をロードします。で、最後に、BIOS のね、設定を再確認して、起動ディスクとかを確認した上で、最後 Windows を起動する、この3手順が必ず必要になりますんで、それを確認しながらやってください。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またなー。